どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。チビナダルです。はい、今回またチビナダルと一緒に撮影していきます。はい、今回は、フォアハンドのやってはいけないスリーポイント。今まではね、はい、これをやってくださいというスリーポイントをやっていたんですが、今回は逆のやってはいけないスリーポイントというのを皆さんにお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。はい、ワンポイント目になります。やってはいけないフォアハンド、まず一つ目なんですが、体のターンをしてくださいっていうのはよく言われると思うんですね。まあ、なぜターンをしないといけないかと言いますと、まあ、体の回転を使った方が、まあ、体力も使わないですし、全身を使ったことにパワフルなボールが打てたりとかもするんですが、よくある原因なんですけど、よくあるパターンなんですが、体をひねらずにボールを打とうとしてしまうと、まあ、体が開いた状態ですね、フォアハンド、こういう状態でボールに向かっていってしまうと、ラケットを振る動力がない分、まあ手で振ってしまったりとか、だから手打ちってやつですね、手打ちになってしまったりとか、もう一つは頭が突っ込んでしまって、前の膝より頭が出てしまってフォアハンドに入っていくっていう方がすごい多いんです。まあ、このパターンすごく多いですね。体が前に開いてる分、よしラケット振るぞって言ってまず体が突っ込んでしまうっていう方、体が回転してラケットが出てきてもらうことによって軸保てるんで、体のまっすぐの真ん中の軸を保つことができるんで、体が開いてる状態を作ってしまうと、こうやってスイングで入りがちな人がすごく多いんで、体が開きやすく全然力が入らなくて打点が下向いちゃうとかいうパターンが多いんですね。で、頭が突っ込んでしまうとネットにすごく、かかりやすくなってしまうので、本当にターンをしてもらうことによって体の軸を守ってくるーっと回る意識を持ってもらったらいいかなと思います。これがこういう状態で待ってもらう、ちょっとボールもこう待つことによって頭から行ってしまう、まあ、コートに入らないことはないです、正直言ってね。ただこれが質のいいボールかって言ったらそうではないです、正直言って。回転もかかりにくくなってくるんで、こうやって頭が突っ込んだ状態で開いた状態から行くと頭から行こうとしてしまうので、軸が斜めになってしまってラケット面が下に向きやすいと思ってもらったら結構です。もう頭、まあ、軸ですね、軸が前に倒れるとラケット面というのは下に向きやすいですし、逆に軸が上に向いてしまうとラケット面というのは上に向きやすいんで、だから回転させることによってここで体が回るんで、体の軸をまっすぐ保つことができると。ですのでワンポイント目、簡単に言うと体のターンというのはすごく大事にはなってくるんで、まずボール来たらターン、体をしっかり上半身を横向けるということを注意して練習してください。ちょっと違いやってみますね。ターンの場合、まっすぐですよね。ターンしない場合、突っ込んでしまう。上半身から突っ込んでしまう。ターンする場合、ターンしない場合、突っ込みやすいですね。弾道も全然違うと思います。ターンする場合、ちょっとラケットがこう下から出やすくなってくるんで弾道がちょっと上がりやすい。ターンしない場合だと、やっぱりまっすぐになりやすいので、だからチャンスボール打つ時とかはそういうの使ったりするんですけど、こういう通常のベースライン付近でテニスをする場合は、ボールを返球する場合は、できるだけ体のターンをしっかりして、この軸を保ったままフォアハンド振っていけるように気をつけてください。はい、2つ目のポイントになります。1つ目は体の軸の残し方説明させてもらいました。ターンしてしっかり回すということで、2つ目なんですが、体重を、体重の乗せ方ですね、移動の仕方だったりとか乗せ方、ちょっと説明していきたいと思います。最後ターンしてもらって作るんですが、この時は正直言って体重が半々だったりとか、オープンスタンスだったら右足に体重が乗ってるとかいう形は作ってもらって結構です。ただここから体重が半々とか右足どちらかに乗ってたりとかする、そのままで打ってしまうと骨盤っていうのは回りにくいんですね。骨盤、これ皆さんもちょっと今試してもらったら分かると思うんですが、ラケットなしでも全然大丈夫です。半々に乗せたまま骨盤を回すっていうのはなかなか難しい。といって右足に乗せたまま骨盤を回すっていうのも難しいです。ですが、まあ、例えばフォアハンドなんで右足から左足にちょっと体重移動させていくんですけど、右足から左足に体重を移動させながら骨盤を回していくっていうのはすごく簡単なお話なんですね。こうやって右足からこういう動きをちょっと皆さんやってもらったらすごく分かりやすいと思うんですが、だから基本的に
フォアハンドっていうのは後ろの足がぐーっとつま先立ちになってくださいねとかいうのを初心者の方には教えたりするんですね。体重が移動することによって骨盤が回るんで、最初に僕が1ポイント目に言った体がしっかり回るっていう、ね、ターンしたものを戻していったりとかいう体の使い方につながってくるんで、打つ時に体重が例えばクローズスタンスだと半々に乗ったまま 50%50% の体重で打ってしまうとかしないようにしてくださいね。例えばオープンスタンスだったとしても、右足に乗ってるんだけど右足のまま打ってしまうとか、右足のまま、これだとどうしても手で打ってしまうんで、手だけを回してしまうんで体の使い方が全然骨盤が回らない分体が使えないので、しっかりクローズスタンスだったとしても前に体重を移動させる、前にぐーっと移動することによって体がきれいに回転してくれるんで、体重移動をしっかり注意しながら、クローズスタンスであっても体重移動、オープンスタンスであったとしても体重移動を意識してもらえれば体がぐーっと回りやすくなってくるんでね。クローズスタンスだとこう、オープンスタンスだとこっちに移動してもらって全然大丈夫なんで、体重移動をしっかりしてスイングに入っていけるようにしてもらえれば、1ポイント目の体を使うということも意識できてくるんで、1ポイント目と2ポイント目はちょっとつながって練習してもらったらいいかなと思います。はい、3ポイント目になります。次はラケットのインパクトの時ですね。ラケットとボールが当たるインパクトの時の、手首の形っていうのを気をつけてもらいたいと思います。で、一番関節がラケットの手首がカッとなったところでボール当たってもらえると、こういう状態ですね。こういう状態で当たってもらえると打ち負けにくくなってきますね。もう手首がロックされてるんで、これ以上打球時にインパクトの時に衝撃で打ち負けにくくなるんですね。この手首がこうなってしまうと、まだ手首がこっちに行ってしまいすぎて、行きすぎて打球時にうわーって言って振り負けちゃうとか打ち負けてしまうということがあるので、インパクトの時は手首の形がもう自分の手首がグッと曲がった状態、このロックされた状態でインパクトしてもらうことが、強いボールに負けにくくなったりとかするので、これちょっと意識してもらうために、構えた時ですね、構えた時その手首をこっち向けるように構えてもらえれば、ジョコビッチ選手とか見てもらったら分かるんですけど、このまま構えてもらって、このまま引きます、このままで、ここからだから僕がサーブとかで言うんですけど、ここでもうインプットしておいてくださいねと、打球の手首の形をインプットしておいてもらって、そのままラケット引いてもらってダテーンっていう風に入ってもらえれば分かりやすいので、こうやって手首伸ばした状態で構えたりとかすると、伸びた状態で当たってしまったりとかするので、手首の形チェックしてもらって、打球時のこの形のままラケットを構えてもらえればインパクトの形っていうのは分かりやすいかなと思います。本当に僕もこれ一緒ですね。このまま構えていて、このまま引いていきますね、このままで、インパクトってなるんで、で打点が前になるのはそのせいです。自然となるんです。このインパクトを意識してもらえれば打点は自然と前になるんですね。これが打点がおへその横になってしまうと、手首が伸びてしまいましたよね。こうなるとやっぱり打ち負けてしまう。まあ横になってしまうともう体も使えなくなってくるんで、すごく状態の悪い形でフォアハンドになってしまうんで、しっかり前で取ることを意識するにも、この手首っていうのこの角度を意識して、ちょっと練習してください。でインパクトの時にこういう状態ですね。こういう状態で捉えてます。この状態で捉えて、ボン、この状態でインパクト、これがこうなってしまうとどうしてもボール自分の場所に来すぎてて、おへその横で多分ボール取ってる方がすごく多いと思います。まあ良くても左足の横とかでボールを打ってしまう人がすごく多いんですけど、それよりもちょっと前の方がパワー負けはしにくいので、ちょっとこの手首の意識を、角度の意識をしてもらって、この状態で引いてもらったら同じ場所にボールを打っていけるので、同じ場所、はい、打ち負けにくいです。
打点をしっかり前で取るためにも手首の形のまま引いてもらう。手首の形をしっかり構えた時にインプットしておいて、そこからラケットをセットしに行けるっていうことを気をつけてもらえれば、フォアハンド結構いい形で、打てるようになってくると思うので、 1,2,3 とやりましたが、皆さん一つずつ意識して練習してみてください。では、フォアハンド3ポイント、やってはいけない3ポイントを意識して練習していきたいと思います。まず一つ目ね、ターンですね。肌のターンをしっかり、横から見てもらうと分かると思うんですが、ターンをしっかりしてボールに入っていけるようにしてください。体のターン、じゃあ体の軸を残した状態で打てるんでね。でもう一つは2つ目に打った体重移動ですね。体重移動、体重移動をしっかりすることによって体が回りやすくなってきます。骨盤が回りやすくなってくるんで、しっかり自分がラケット構えた時にどっちの足に体重乗ってるか、後ろの足に乗って、まあ、半々でも結構です。しっかり前に移動していけるように練習してください。で3つ目なんですが、手首の形をしっかり意識してインパクトです。インパクトしてもらえれば打点も自然と前になりやすくなってくるんで、こういう状態で打たないように気をつけてください。しっかり打点をここで取る、この形で取るように意識して練習してください。スリーポイント練習してもらえれば、僕と同じようなフォアハンド打っていけるんで、皆さんもぜひお試しください。さっそ、ありがとうございました。